はい今回は、えー、蒸発する人についてですね、えー、調べて、えー、お伝えしていきますので、えー、よかったら最後まで聞いていただければと思います、えー、まあ、リスナー様もこの蒸発する人っていう、えー、まあ、こ,とってこ,ことっていうか言葉っていうか、えーまあ、この概念っていうのをまあ、疑問に持たれた方は、えー、いらっしゃる方が、えー まあ多いんじゃないかとえ思うんですよ。でもちろんですが、えー、まあ、難しい話なので、えー、はっきりとしたことがえー、分かりません。信じるか信じないかはあなた次第です。っていうことで、ご判断はお任せいたします、えー。真相とかね。そういったものがわからないんで。 ただあの真相が分からないっていうから別にでたらめを言うわけじゃないんですよ、えー。いろんなものがね、裏側に隠れてるんで、えー、どういったものが裏側に隠れてるのかっていうことを考えながら、分かる限りの情報を組み合わせて、まあ、僕の一応解釈っていうことなんで、えーまあ、ご参考にしていただけるものが、えー、あれば、えーまあ、何よりですっていうことで、えー、今回も、えー、よろしくお願いいたします。 まず、ですね、えーまあ、皆さんも思ってらっしゃると思うんですが、まあ、日本僕たちが住んでいる日本というのはでさ、ねえー、まざ、あえー、まな、あ、問題が、えー、あるんですよ。でまあ、世界も問題があるじゃないかっていうことなんですけど、実はですねまあ日本独自っていうか、えー、他の国、外国ではですね、えー、ありえないような問題も、えー、あるんですね、いくつも。で、えー、まあそのののうちの1つがこの 蒸発する人っていう、えーまあこのことなんですよ後でお伝えしますが、えー、外国ではですね何ていうのかな、うん、あのその対策もあるんですけど日本はこれに関してほとんどないと、うんまあ、それもまた謎なんですけどで皆さんがこれは聞いたことがほとんどまたこれもある別の内容なんですが。 富士の樹海って聞いたことあると思うんですよ。自、え、粛、ーねえーえー、する人が多い、えー、そういった名所とかって言ってますけど、皆さんこれ普通に疑問に思いませんか何でこんなものがあるんですか富士の樹海とか。全く意味不明じゃない,ないですか。 これ多分あの普通に、まあ、僕もそうですし、まあ、リスナー様もそうですし他の国でもそう思われていると思います。で、まああのこの富士の回っていうのは、えー、近づくべきではないんですね。あのオカルトとかそういった話もあ,あ,のあるんですよ。オカルトっていうかまあそれを信じない、えー、っていうのもあるので、信じる、信じないっていうのもあるので。 そういった悪い念とか悪い、えー、魂があるのでそういったところに行くと、えーねえー、そういったものに取りつかれてしまったのはありますし、ね、もしそれこそ分かりませんけど迷子になったりとかって、えー、いうこともあるんでこういったところにはふこういう富士の樹海とか近づくべきではないんですよ興味本位とかそういった話ではないんでこういったところにはも近づくべきではないと、えー、僕は思いますまあこれっていうのもね、えー、一つ大きな問題ですし、まあ、例えばそのいくつもあるうちの一つにこの蒸発する人っていうのがこれあるっていうことね、うん これを考えていきます、えー、ちょっとね、内容がまた難しい内容なんで、えー、まあ、ちょっとさまざまな角度からっていうかね、えー、ちょっと行こうと思うんですけれども、あのこの蒸発する人っていうとね、まあ、人っていうことだから、まあちょっとどうかな、どうかなっていうのはその人数的にどうかなっていう話なんですが、これ、あのかなり多いんですよね。うん、あの毎年、えー、約10万人って言われておりますので,で、はっきりとっていうのは分かりませんけど、毎年、えー まあ、10万人、うん、っていうことなんで、えー、1年で10万人ってことは10年で、えーまあ、100万人じゃないですかで、まあ、1990年ぐらいからっていうことで分かってるんで、えーまあ、10年で100万人、えー、20年で200万人今2022年ですから、まあ、30年で300万人近くの方が、えー、蒸発してるんですよ。 うん、で、この、えー、蒸発する人と、まあえー、ちょっとまた違うんですが、問題がありまして、日本ではこれ一つまた問題があるんですけど、えー、っとね、変、えーまあえー、丸体っていうね、えー、その、うん、あのあ分かると思うんですが、まあ、なくなってるんですけど、まあ、おかしい形で、えー、まあ、なくなってると、うんまあ、これもあの、えー、まああんまり触れてはいけないんでしょうけど、まあ、そのね、えー 政府とか、まあその機関の、えー、まあもううなんていさじ加減で決まるところもあると、えー、いうことが言われているんで、自丸にされたりとかね、あの不審な形でとかね、えー、あの変なおかしい形でとかって言われるんですよこれもあの1年間で約10万人ということなんで、まあ、10年間で、えー、100万人と、えー、いうことじゃないですか。だからここのの日本において、ねこの あの蒸発する人っていう消えたりとかねあの変な形で、まあ、おかしい形で、えー、丸体、えー、とかそういったものっていうのはかなりこれおかしいんですよ、うん、だからまあね、まあおおよそですけど例えば、えーまあ、30年間で300万人の方が蒸発するっていう消えてるっていうことじゃないですかこの人たちどこ行ってんのかなっていうの普通にあの疑問っていうか、えー、思うと思うんですよもちろん解明ができないんですけどねうん で、えー、ここからですねまた、えー、形を変えて考えていくんですが蒸発する人っていうのが、えー、おりますがなぜ蒸発するのかっていう話ですよね、まあ、蒸発っていうのはまあ消えるっていうことなんですけど、うん、あのまあ ここでのいう蒸発っていうのは、まあ、そのね、えー、他者がどうこうではなく、自らの、まあ、自らのことで蒸発するんですけど、まあ、その考えられる理由っていうのがいくつもいくつもあるって言われてるんですが、まあ、その中で大きく考えられるものが3つありますので、こちらをちょっと考えて、こちらを、えーまあえー、取り上げてですね、これを一緒に考えていきたいと思うんですが、まあ、3つっていう、三つ考えていきますが、1、えー、投資で大きく、えー、損をして、えー、その後蒸発するっていう、えー、パターンですね。 2、突然失業して仕事をなくして家族に状況を言えないまま蒸発するというのが2番目3、試験に不合格したということで蒸発するというのはこれ3番目ですね。 まああの皆さんにいつもお伝えさせていただいているんで、まあ、僕もそう思ってますし皆さんもそう思っている方がいらっしゃると思うんですがまあ人間というのは考え方が様々なんですよ、解釈、考え方、価値観というのはそれぞれなんですよ。で、この蒸発する人のあの背後というか要因には何があるのかというと、まあ、失望したということですね、だから希望を失ったということ、これが、えー、まああると、うん、でその結果あの蒸発してしまうということなんですが、まあ、一番の、ねえー、投資で大きく損をしてっていうのはわかる気がする 分かるる気っていうのも失礼でですすすけどがするんですよあのまあ皆さん、えー、されてる方がいらっしゃるか、えー、分からないし僕はちょっとしたことがないんでそのなどうとは言えないんですけど投資っていうのは大きく儲かる、えー、の裏に大きく損をするっていうのは損する得するっていうのが表と裏にあるんですよよし儲けようかと思って、えー、儲かるほど甘くはない世界だと思うんですよ僕はそのやったことないし近づかないんで分からないんですけどで、えー、大きく損をしてしまった場合はですね、えーまあ、本当当にあの相当なダメージを どうしもならない、あの返すことのできない金額とかを、えー、まあ食らってしまう、そういったことが考えるそこからですねね、えー、もうね失望してしまってどうにもならなくて、えー、蒸発するっていうパターンも考えられる、あとはこのね2番目の突然仕事なくして家族に言えないまま蒸発するっていうのですけど、これもちょっとね、えー、僕はこれはちょっとわかる感じがするんですよ。今っていうのは 特にこのね、急に仕事がなくなってしまうっていう可能性っていうのもあるわけじゃないですか、えー。会社が急に潰れたりとかっていうのがある時代ですから。で、その前からこういったことがあったと思うんですけど、あのー、まあ、ちょっとね、えぇ、ーまあ、言うに、言うにっていうか、伝えるに伝えづらい内容かなと思うんですよ。あのー、まあ結婚してる、まあ奥さんか旦那さんとか親とか。 えー、子供とかにね、えー、まあうん、まあ、しょうがない話ではあると思うんですよ。だって、あの突然会社都合で、えー、ね、えー、仕事をなくしてしまうんで、えー、だけどあの、行ってきますって言って、会社に行ってるような、えー、形で、実はもう会社を解雇されてるんで、いけないと。で、そのまんま,まあ,、まああのどうしようもなくなって、えー、まあ、蒸発すると。まあ、まあねうん、まね、あ、その 失望する、まあ、希望を見いだせなくなってっていうのは、えーまあ、ちょっとわかるなと思うんですね。で、僕はあの3番目のこの資金に不合格っていうのは、ちょっとわかんないですよね。僕はあのー、結構頭悪かったんであの、よく資金に不合格してたんでね、えー、それでは、えー、そう、あのー、僕、それに関してはわからないんですけれども、まあ、解釈が人それぞれなんでね、えーまあ、そういったことで、えーまあ、失望してしまって、えー、蒸発するっていうこともあるのかなと思うんですよ。 こういった、まああのまあ、失望とか希望を失うということを要因に、原因に、えーまあ、蒸発すると。で、えー、ここからまた複雑にです、ねえー、関係してあることがありまして、蒸発する人とその,その人をサポートする人がいるということです,蒸発する人をつな蒸発する人とそこをつなぐ人がいるという、そのことを考えていきます。あのまあ、もちろん真面目な話なので、真面目にお伝えさせていただいていますが、蒸発する人 でまあ消えるわけじゃないですか、その日常生活から。蒸発した先にですね、えー、まあ生きていかないといけないんです、そうした経済活動、あの金銭面の問題がありますので、でそ,その経済活動というか、まあその仕事とか、そういったものを、まあ、サポートするっていうような、えー、人間がいると、えー、言われているんですね。だから、まあ、ちょっと言い方が表現がどうかなと思うんですが、裏側にそういったまあものがいる、悪いもの、まあそ組織的な、悪い組織的なものが、えー、あるんじゃないかと思うとてことです。で 例えばこういった形があるってことです。拉致されたように見せかけて、えー、それが実は工作で、えー、その後、えーまあ、蒸発すると。<laughs> まあ、あとはあの、まあ、夜逃げを手伝うとか、そういったこともあるみたいなんですけど、まあ、あの裏にだから、まあ、物がいるっいうことですね。外国なのか、外国の,その、えーまあ、指示に従うものなのか、何か分かりませんけれども、で皆さん、えー、この今から話すドラマを見たことがあるか分からないんですけど、僕は見たことがないんでね、今回調べて、まあ、そうなのかなと思ったんですけど、 ヨニギア本邦っていうドラマがあるんですが、この夜逃ア本奔っというドラマはこの蒸発する人の実話をも元に作ったドラマであるって言われていて、映画にもなったということで、これ多くの人の関心を引きつけるんですね。でやはりこの蒸発する人っていうのはどう,どうなったかなとか、えー、ねやっぱり人々のこれ大きな高い関心のこれ内容なんですよ。僕も普通に思いますし、ね、皆さんも思うと思うんですが、でまたここからねもうちょっと考えていくと、蒸発する人、ある 蒸発した人のその後はどうなっているのかという話なんですがこれが難しいんですよはっきりとというのは分かりませんがある程度憶測が立ちますのでその憶測あの根拠というかでお伝えさせていただきたいと思います蒸発した人のその後ですね蒸発する人のその後はいくつも可能性があるんですがそのうちのこの1つの可能性について考えていくとですね東京のある場所ですねさまるやっていうね えまあ東京あるいは上野まで言っていいのかな、サーマルやっていうところの可能性があるとされていて。 8 9んがですね、まあ、その蒸発した人を分からないような形でまあ雇用しているその可能性があるということです、でこのさ・や、えと、ー、いう場所なんですが、これ全然調べることができないらしいんですよ、調査ができない、追求できない力がこれ後ろから働いていると、8 9んもそうですが、8 9んの後ろにいるこの組織でしょうね、えー、がこう調べないように分からないような風にしてやっているというところに、この、まあ、日本のこれ大きな、えーまあ、問題点というか、隠されている、えー、闇がある可能性が、えー、あります。 だからこの日本ではねこの蒸発する人もそうですがあの警察とかが調べられない問題っていうのがあるんですよ、だからそれにここれがこの蒸発する人が入るっていうことですね。うんでえー、最初の方にお伝えしたんですがあの世界でもそういうこういったことがあるのかっていう話なんですが。 実はですね、外国と日本を比較すると、ちょっと違うことが、えー、あるんですよ。日本において蒸発、えー、する人の問題をこれ、なんで解決、あるいは追及できないのかっていう、えー、ことの根拠っていうか、えー、考えられるこの可能性が2つあるので、こちらを考えていくんですが、例えばアメリカではですね、えー、まあ、行方不明の、えーまあ、人間のデータがあるということなんですが、日本はなんと、行方不明の人間のデータがないんですよ。なんでなのかっていうのはわからないんですよね。 させないためなのか、なんだかわからないんですが、日本にはこの行方不明の人間のデータが、えー、ないと、だから、えー、これ問題になっているんですね。だからその、ねえー、聞いたことあると思いますが、ある、えー、ね、えーまあ、違った外国への拉致問題とか、そういったものにも通ずるものがあるのかもしれない。うん、まあ、それは今回は触れないですけど、あともう一つあるんですよ、うん、これね、うん、あのお金の問題があるんですよ。この 蒸発する人がいたと、例えばご家族とか、まあ、友人、知人とか、あるとして、調査してもらおうと思うんですが、金銭的なこれ問題が絡んできてえ無理だということです。なんでかというと、調査費用がえおおよそ1日5万円、あるいは1ヶ月で200万円近くかかる。 払えないじゃないですか、一般人が。1日5万円とか。1ヶ月で150万円って払えないんですよ、普通にでまあ、100歩いって、ね、払えた人にしても、それを継続的に払うって、150万円で半年間だったら、ね、900万円じゃないですか。払えないじゃないですか、普通に。うん、普通の人が払えない、えー、金額なんですよ。で、さらに考えると、この蒸発する人っていう、蒸発する人、あるいは蒸発した人がですね、 その先ほどの投資で失敗したりとか金銭トラブルだった場合家族の金銭状況が厳しいじゃないですかつまりお金が用意できずに何もわからないままうやむやになってしまうとそういったことがこの問題の背後にあるんですよで世界ではっていうんですけど全然違って世界はね日本は蒸発の文化であるとかって言われてるんですよだから日本は蒸発する人がいるのが文化になってしまってるんですよだからこれっていうのは完全に何か裏に 問題があるんですよ問題というか隠されている問題隠されている内容があると思うんですよ。 でえーまあ、今回、調べてみて思ったんですが、まあ、専門家というのも変ですけど、専門家というかこういうのを調べる人には、えーまあ、お考えがあるみたいなんですが、えー、ただ、ですねこれもまあ調査、追及できないということなんですよ。蒸発する人というのは2つのパターンがあるんじゃないかというその説がありまして、えー、蒸発する人の共通点あるいは蒸発する人の共通,線共通点がないということ共通点があるか、なしということなんですが、あのー、共通点があるということはこれというのは後ろ側で何かしている可能性があるんです。 それ以上ってのは分からないし、まあ、憶測することはあ,るありますけど、まああの、それに関しては言いません。ただ 蒸発する人に共通点があるっていうことは、えー、何その組織がそういったものを狙って何かしてる可能性があるんですが、日本ではこれが追求できないんですね。大きなも問題だと思います。だから、その日本の警察、あるいはですね日本の政府にあの上にいる外国の力がですね裏から働いており、えー、そのことがなっているのかなと思います。共通点がないっていう場合は、ね、先ほどの何て言うんですか。 あの僕がお話しした、まあ、3つのまあ、理由、3つの理由というか考えられる投資に失敗したとか仕事をなくしたとか資金に落ちたとかそういったことが考えられるなんですけど、まあちょっと憶測だからあんまり言えないですけど、でこの共通点がえないものとあるものをえ一緒に混ぜてですね、事件をこれわからないようにしてるんじゃないかとえ僕は思うんですよ。だからこの 日本における大きな問題っていうか、の一つである、この蒸発する人、あるいは人が消える問題とか、これっていうのには、やはりこの、なんていうのかな、その 日本の警察が調べられない、えーま、事情がある、えー、外国勢力の関与があるのか、えー、893がそこに関与しているのか何だかっていうのは分かりませんがとにかくこれっていうのは日本における大きな、えーま、問題であり闇であると思うんですよね。で皆さんも僕も、えー、思いますが生きてるとね、えー、楽しいことばっかりじゃないと思うんですよ辛いこともあると思うんですけれども、ねえー、まあ、こういうことにはもう巻き込まれずに一切関わらずにね、えー、ま生きていければと思いますしもしこういう蒸発する人って人が蒸発してしまう その消えた先で、ね。 えーまあ、頑張って、えーまあ、生きて、えー、いることを、まあ、あの僕は願いますということで。で、まあ、あのー、日本からこういう蒸発する人とか、人が消えるっていうこの問題がですね、僕は本当なくなってほしいと、前から思ってるんですよ。そういうこともあって、いろいろ調べるんですが、まあ、ちょっとね、分からないところと問題点が深いところがありまして、えー、ちょっと今回は分かる限りっていうことをお伝えさせていただきました。何かのご参考になっていただければと思います。今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。 失礼いたします。